ブロックレスナー、ブロックレスナー、ブロックレスナー、1977年7月12日体は、アメリカ合衆国の男性プロレスラー、総合格闘家、サウスダコタ州出身、カナダサスカチュワン州在住。恵まれた体格とアマチュアレスリングで培った技術で、プロレスデビューから5ヶ月で、w w e 王座を獲得して、当時の史上最年少記録を作り、 バスルテンのジムで2年間にわたる集中的な MMA トレーニングでさらに実力を上げ、キャリア4戦で UFOK 世界ヘビー級王座を獲得した。5歳からレスリングをはじめ、ビスマルク単内では NJK 王座を獲得するもレスリング部が廃部してしまったため、ミネソタ大学に編入し、そこで NCA ディビジョン1のフリースタイルレスリング宣言やビッグ転換カンファレンスで 優勝した。WWE のスカウトにより、ブラッド・レーガンズの道場で指導を受ける。この時のコーチは、カート・ヘニングである。その後、WWE の株団体オベに1年半、在籍し、ミネソタ大学の先輩だったシェルトン・ベンジャミンと共に、ミネソタレッキングクルーにあやかった、ミネソタストレッチングクルーなる、タックチームを結成し、タック王座を獲得して活躍した。 2002年に WWE に昇格するトポールヘイマンをマネージャーにし、デビュー戦でジェフ・ハーディーに勝利。同年6月のキング・オブ・ザ・リングでババレー・ダッドリー、ブッカー・ティー、テスト、ロブ・バンダムを破り優勝。さらにハルク・ホーワンに勝利して、WWE 統一王座挑戦権を獲得。同年8月のサマースラムでザ・ロックを破り WWE 統一王座を獲得して、 最高位王座の体感としては、当時の史上最年少記録を作るなど、プロレスデビューから5ヶ月で頂点に立った。王座獲得後は、スマックダウン専属となる。秋には、ストーンコールドスティーブ・オースチンとの構想で、レスナーが勝利するブックが組まれていたが、これをオースチンが拒否してボイコットしたため、代わりにオースチンと同格のスーパースターである。 ジ・アンダー・テイカーと交渉が組まれ、妊娠中のテイカーの妻を脅迫したり、ヘイマンの協力で試合前に、テイカーの右手を骨折に追い込むなどした準備をして、試合に挑み勝利。とどまることを知らない勢いでヒールでありながら、ファンからの人気を勝ち取り、徐々にベビーフェイス化しつつあったが、11月のサバイバーシリーズでヘイマンが裏切り、ビッグショーに敗れ王座転落。これをきっかけに完全に、 ベビーターンする。2003年のロイヤルランブルで、ビッグ、ショートシングル戦で対戦して勝利した後、さらに同日のロイヤルランブル戦にも出場する、強行日程ながら、優勝を果たすと、レッスルマニア19のメインイベントで、カートアングルと WWE 王座をかけて対戦。試合終盤にシューティングスタープレスを仕掛けるも首から、落ちる爆で意識も朦朧とする中勝利して、 大奪還。その後ビッグ、ショート単価戦などで抗争後、6月のベンジェンスで、カート、ビッグ、ショートの三つどもえ戦で破れ大座転落。その後、悪のオーナービンスマクマホンに、いつまで全人ぶっているつもりだお前の心の中にいる野獣の目を覚ませ。と張り手を喰らったのをきっかけにビンスと結束して、ヒールターン。義足のスーパースターザック。 応援を痛めつけて階段から落とすなど、ビンスですらおじけつくほど、非道の限りを尽くし、サマースラムで再び、カートと対戦するもアンクルロックでタップアウ負け。その後、登場するたびに、観客から、ユータプとアウト。お前は、タップ負けしたと、タップしたことを馬鹿にされるキャラクターも得た。9月18日のスマクダウン、にて、カートの持つ WWE 王座に60分間。 アイアンマンマッチで挑戦し、1ポイントリードした状態で迎えた試合終了直前にアンクルロックを極められるも時間切れまで達せずに耐え切って勝利し、王座を奪回。その後はビンスを中心にスマックダウンに GM として復帰してきたヘイマンラとも結託し、援護を受けて王座防衛を重ねた。2004年ノーウェイアウト2004でエディゲレロにフォール負けして、 ついに王座から転落。レスナーは以前からアメリカンフットボールの最高峰である NFL に挑戦したいという意思を持っており、2004年3月には本格的に NFL に挑戦するため、レッスルマニア20でのビルゴールドバーグを最後に退団。なお、この時点で対戦する両者とも WWE を退団するということがあらかじめ分かっていたために、両者に対するファンからの批判が、 相次ぎ、WWE 副社長のジムロスが、この件に対しての声明を出した。また試合においてもファンから、多くのブーイングを浴び、特別レフェリーを務めた、ストーンコールドスティーブ・オースチンがレナーに対して試合後、スタナーを繰り出して、ファンの気持ちの沈静化を行った。その後 NFL のトライアウトを経て一度は、ミネソタ・バイキングスに入団するものの、開幕ロースター入りはならず。 同年8月にチームを解雇された。以後は、無所属状態となり、プロレスへの復帰話が出てくる。また、ハルクホー法ンが、雑誌のインタビューで、プロレスに復帰すべきだと語るなど、多くのレスラーも復帰を呼びかけていた。2005年1月には来日して新日本プロレスの、東京ドーム工業を観戦に訪れ、新日参戦を噂された。なお、当時プライベートでは、 WWE のディーバだったセーブルと婚約しており、同工業にセーブルを伴っている。同年10月の新日本プロレスの東京ドーム工業にて新日マットに正式参戦し、いきなり挑戦者として E1 ウップヘビー級王座選手権としては初の3ウェー決戦、藤田和幸の正宏に臨み、王座を獲得した。12月10日に中西学部、 翌11日、長田博史とシングルで対戦し、勝利を収めた。2006年1月4日の東京ドームにおいて、前王者の藤田和幸との初防衛戦が決定していたが、藤田の参戦拒否により、対戦相手が中村晋介に変更となった。3月19日には、明けぼのと対戦した。2006年4月29日、 K-1 ワールド GP2006 イン LAS ベイグスにおいて総合格闘技大会ヒーロー S への参戦を表明した。試合後のインタビューではボブサップ、ホイスグレーシーとの対戦を希望していた。7月17日、札幌でイーワグップの防衛戦を行う予定であったにもかかわらず契約上のトラブルを理由にキャンセル。新日本プロレスは15日。 レスナーのイーワグップヘビー機王座を剥奪した。ベルト、三代目は返却することなく、以後も所有し続けていたが、2007年6月29日のイグフ旗揚げ戦で、WWE 以来となるカートアングルとの対戦に敗れたことにより、ベルトをアングルに明け渡した。2007年6月2日、ダイナマイト、USA において、総合格闘技デビュー。 キム・ミンスに 1R1 分9秒、マウントパンチによるタップアウトで総合格闘技での初勝利を収めた。2007年8月25日、ユーフック7 4の会場に姿を現し、ユフック世界ヘビー級王座を防衛したランディクー・トゥアを試合後に祝福した。また、10月20日にはユフック7 7にもラジオし、ユフックと正式に契約したことを明かした。 2008年2月2日、スーパーボールの開催される週に合わせたユフック81でのユフックデビュー戦において、フランク・ミアと対戦。ミアをテイクダウンし、パウンドで攻めたが、ミアに下から右足を取られ膝十字固めで一本負け。8月10日のユフック87では、ヒース・ヒーリングと対戦し、3から0の判定勝ち。2008年11月15日。 ユーフック91で15ヶ月ぶりに復帰してきた王者、ランディクー・トゥアと対戦。パウンドによる TKO 勝ちで、キャリア4戦目にして、ユーフック世界ヘビー級王座を獲得した。2009年7月11日、ユーフック100で行われた、ユーフック世界ヘビー級王座統一戦で、前回ユーフック81でレスナーを破った、暫定王者、フランク・ミアと再戦。二ラウンドに、 パウンドによる TKO 価値で接続しヘビー級王座の統一を果たすと共に初防衛に成功した。ミの地元ラスベガスでの勝利に観客からはブーイングが起き、試合直後のインタビューでは、バドワイザー、ユフックの公式スポンサーのビール会社は何もくれなかったから、家に帰ってクアーズライト、バドワイザーのライバル会社のビールを飲むよ発言。その後の記者会見では、 この発言を謝罪したが、物議を醸すこととなった。2009年11月21日のユフック1 0 6での防衛戦で、シェイン・カーウィンと対戦予定であったが、自身の体調不良を理由に2010年1月2日のユフック1 0 8に延期されるも、最終的には、大腸系出演のため欠場。医師から現役復帰は困難とも告げられたが、闘病の末に復活を果たした。 2010年7月3日、UFC116 にて1年ぶりの復帰戦で、暫定王者シェイン・カーウィンと対戦。開始早々から、カーウィンのパンチを浴び続けて KO 負け寸前に、追い詰められるも、2ラウンドに、片方目で一本勝ちを収め、王座統一を果たすとともに2度目の防衛に成功した。また、この試合で自身初となる大会のサブミッション・オブ・ザ・ナイトを獲得した。 2010年10月23日、u フック1 2 1の王座防衛戦で、ケイン・ベラスケスと対戦し、1R に右フックでダウンさせられて、パウンドで TK を負けし、王座から陥落した。その後、ジュニー・オールドス・サントスと共にザ・ウルティメイト・ファイター13でコーチを務め、両者の対決も予定されていたが、持病の大腸系出演が再発。 2011年5月27日に大腸を30センチメートル切除する大手術を受けた。2011年12月30日、裕福き14 141で、自ら指名したアリスターオーフレームと対戦。左ミドルキックを脇腹に受けてダウンし、パウンドで1キコ負けを喫し、試合後のリング上で引退を宣言した。闘病中に家族と、復帰後は長くても、あと2試合。 アリスターに負けた場合はその時点で引退すると約束していたことを明かし、勝者のアリスターへ最後に君と戦えて本当に良かったと三時の言葉を送った。2012年4月2日、RAW にて電撃的に復帰。ジョンシナに介護を決めたいをアピール。以降は大舞台のみのスポット参戦となる。またジョン・ローリネ・ティス GM と、 友好的関係を構築し、4月23日のの RAW では、ローリネーティス GM に対して、自身と WWE との契約について、ギャラをもっと上げろ。俺がいつ、WWE に出演するかの権限をすべて俺に、よこせ。ビンスマクマホンのプライベートジェット機をただで自由に、使わせろ。RAW の番組名を、ブロックレスナー主演。 月曜夜の RAW と俺の冠番組に変更しろとむちゃくちゃな要求をして契約の直しをさせた上で PPV エクストリームルールズでのシナ戦を決定させた。シナ戦では序盤からシナを圧倒して余裕の展開だったが介護でシナを沈めるもレフェリーもダウンしていてカウントさずその後に油断した隙を突かれて敗退。翌日月日の RAW にて WWE の COO であるトリプル H がローリネーティス GM トレスナーの間に交わされた様々な決定は無効だと主張したことで逆切れてトリプル H を襲撃して木村ロックでトリプル H の腕を骨折させたことで抗争開始その後レスナーは番組には出演せずポールヘイマンが再びレスナーの代理人として登場しトリプル H に訴訟を起こすと宣言したまた ヘイマンが代理人として登場するようになって、以降、レスナーはめったにマイクパフォーマンスをしなくなり、ヘイマンが長々と演説するだけでレスナーは一言も喋らず、試合もしないまま去っていくことが、出演時の大半を占めるようになる。トリプル H からリング上で対戦して、すべての決着をつけることを提案さるも拒否していたが、7月23日の RAW 旋回記念放送にて、 トリプル H の妻で WWE の重役ステファニー・マクマホンからの挑発に切れたヘイマンが対戦を受諾。8月13日の RAW ではトリプル H の親友ショーン・マイケルズを襲撃してキムラロックで骨折させた。サマースラムでは試合当日にトリプル H の意向で反則最低なしの試合に急遽変更となるが再びキラロックで骨折させて勝利した。 2013年2月の RAW にて、シールドに CM パンクの援護をさせていたことが、発覚した、ヘイマンを解雇しようとした、WWE 会長、ビンスマクマホンの前に現れて、解雇を見舞ったことで、ビンスの義理の息子でモルトリプル H との構想が、再燃。4月7日、レッスルマニア29にて、トリプル H とのノーホールズ、バードマッチに敗れるが、エクストリームルールズにおける、 刑事マッチにおいてのリマッチ勝利して、構想に決着をつけた。6月17日、RAW にて、CM パンクの試合後に登場。同じく、ポールヘイマンをマネージャーとし、当日ヘイマンと衝突したパンクに、無言で会合を浴びせた。その後、パンクとヘイマン一派は、構想に入り8月18日のサマースラムにおいて、パンクと対決し解消。12月30日、 RAW で、ヘイマンと共に登場。WWE、世界ヘビー級王座への挑戦を表明。さらにマーク・ヘンリーを痛めつけたが、ビッグショーが救出に現れ、構想に発展。2014年1月26日、ロイヤル・ランブル2014にて、ショーと対戦。ショーを椅子でランダするなど非常な手段を用い、勝利。2014年2月24日。 RAW にて、オーソリティにレッスルマニア XXX での WWE 世界ヘビー級王座挑戦を要求するも拒否され、代わりに、史上初めてレッスルマニアでの対戦相手を自由に選択できる剣を与えられるが、WWE 世界ヘビー級王座に挑戦できないのであれば意味がない。レスナーにふさわしい歴史的な試合を組めないのであれば、WWE を退団する。 と宣言して出て行こうとしたとこで場内が暗転。鐘の音とともにジアンダーテイカーが登場。テイカーのレッスルマニア無敗記録ストップへの挑戦であれば、WWE 世界ヘビー級王座戦以上の価値があると納得した。レスナーとヘインは傲慢な態度で、テイカーに対戦契約書にサインするよう迫るが、テイカーにペンで手を刺され、チョークスラムで机に撃沈させられた。 4月6日、レッスルマニア XXX でにて、ジ・アンダーテイカーと対決。激闘の末に3度目の F5 で、ピンホールを奪い、アンダーテイカーのレッスルマニア無敗記録を21で、ストップさせた。無敵の強さを誇ったテイカーのレッスルマニア、連勝記録を止めて、以降、レスナーは、シングル戦ではたとえ対戦相手が、WWE 王者や、 伝説のレスラーが相手であってもジョバー同然に一方的にボコボコして自分はほとんどダメージを受けない圧倒的な強さを誇るギミックが加わる。7月、ヘイマンとトリプル H の会談において新しいプランについて話し合いが行われ、PPV サマースラムにてシナの持つ WWE 世界ヘビー級王座への挑戦が決定。8月17日、サマースラムにて シナの A を浴びてもカウント1で楽々と返す。桁外れの強さで16度の投げっぱなし。ジャーマンスープレックス2度の F5 でシナをジョバードゼンに圧倒し、WWE 世界ヘビー級王座を奪取した。9月21日、ナイトオブチャンピオンズ2014でシナとの防衛戦でも序盤から圧倒していたが油断した隙疲れて苦戦し、4発目の A を浴びてフォールされたところで、 セスロリンズが乱入して、シナを襲撃したことで、反則裁定で、王座防衛。試合後ロリンズにカーブストンプを浴びせられ、マネーインザバンク、いつでも好きな王座に挑戦できる権利を行使されかけ、危機に陥るも不本意な反則が血を拾って起こった、シナがロリンズのマネー権利行使を妨害したことで、結果的に助けられ、王座を保持。シナがロリンズを追い払った直後シナに、介護を浴びせた。 2015年1月、ロイヤルランブルでの防衛戦は、シナとローリンズを迎えたトリプルスレッド戦となったが、激闘の末にローリンズからホールを奪い大座防衛。2月の RAW にて、ビンス・マクマホンと口論した末に、テレビ収録の予定もあった、大会会場から勝手に出て行ってしまうという事件を起こす。3月で、レスナーの WWE との契約が満了すると、 報じられる中2月28日、ユーフック1 8 4ラウシー VS、ジンガの2、レスナーが来場したことで、ユーフック復帰の噂に拍車がかかる。しかし、3月24日に ESPN のスポーツセンターに出演したレスナーは、自分の心の中のファイターは、まだ戦い続けることを求めている。ただ、俺はファイターであると同時に、父親でもあり、夫でもある。 この年になると、もう自分一人のことではないんだ。プライドは脇に置いておかないといけない。ここではっきり言っておこう。オクタゴンでの自分の物語は終わった。しかし、プロレスでの物語はこれからも続くとコメントし、WWE と契約を更新したことを発表した。3月29日、レッセルメイニア31にてロマンレインズを挑戦者に、迎えた防衛戦を戦い、 スープレックスを連発して、レインズを一方的にボコボコにして圧倒していたが、終盤に油断したところで徐々に、レインズの反撃を許し始める。それでも4発目の F5 を放って、勝利寸前だったが、セスロリンズが登場しマネー権を行使したため急遽、試合がトリプルスレッド戦に変され、ロリンズがレインズからホールを奪い勝利したため、レスナーは試合に敗れずして、 WWE 世界王座を失うこととなった。翌日30日、RAW で王座戦を要求したが、時差ボケを理由に拒否され、ロリンズを襲撃しようとしたが逃げられたために、ロリンズの護衛の J&J セキュリティを粉砕した後、八つ当たりで実況席をひっくり返し JBL とブッカー T を負傷さただけでなく、カメラマンとマイケルコールに介護を決めて重傷を負わせたため、 ステファニー・マクマホンから無期限謹慎を言い渡された。6月15日、RAW にて、トリプル h が、オーソリティの援護がなくても俺は最強だと調子に、乗っていたセス・ロリンズに与える、次の試練として復帰。ロリンズとリング上で対面し、おじけづかせ、リングから叩き出した。ヒールであるロリンズと交想することによって、ベビーフェイス的な扱いもされるようになり、 以降はベビーでもヒールでもなく、自分のためだけに戦うポジションを確立する。7月4日、WWE 両国国技館大会において8年ぶりの来日、ハウスショーへの出場は11年ぶり。コフィキングストンと対戦して圧勝。試合後に乱入してきた他のニューデーのメンバーも介護で、蹴散らした。その後 RAW でも、ロリンズの護衛である J& J セキュリティとケインを叩き潰して、オーリティのユニットを実質崩壊に追い込んだ。7月19日、バトルグラウンド2015にて、ロリンズの持つ WWE 世界王座に挑戦。やはり、ロリンズを、ジョバー扱いして圧倒し、介護を浴びせて、勝利寸前だったが、金の音と共に場内が暗転すると、ジアンテーカーが登場し、チョークスラムと、 ツームストンパイルドライバー2発を浴びせられて撃沈した。8月23日、サマースラム2015にて、アンダーテイカーと対戦、他のシングル戦の相手と違い、テイカーをジョバー扱いすることはできずに激闘となるが、終盤にテイカーに木村ロックを極めたままテイカーにホールされ、カウントに出方を上げると同時に、テイカーがタップアウトしたため、タイムキーパーが レスナーの勝利と見て試合終了のゴングを鳴らしたが、タップしたテイカーの手は、ポールされた、レスナーのを確認していたレフェリーからは、死角となっていたため、レフェリーは、試合続行を宣言。レフェリーが、タイムキーパーに勝手にゴングを鳴らすなと注意している。最中に、テイカーがレスナーにローローを浴びせ、そのまま、ヘルズゲートを極め、レスナーはテイカーに向かって、 中指を立てるファックサインで怒りをあらわにしながらも、出身して敗北した。10月25日、ヘルイン、ASL2015 にて、ヘルインアセルマッチで、テイカーと決着戦を行う。中盤には両者とも出血してレスナーが、リングマットを破いて、中身がむき出しになった状態で投げようとするが、切り返されて、チョークスラムと、ツームストーンパイルドライバーを浴びて、かろうじてカウントにで返すが、 敗北寸前になったところで、今度はレスナーが、ローブローを放ち、最後は3度目の F5 を浴びせて勝利して、決着をつけた。2016年1月24日、ロイヤルランブル2016の、ロイヤルランブルマッチ形式である、WWE 世界ヘビー級王座戦にて23番手で、登場。リングに入って、早々選挙していた。 ワイアットファミリーのメンバーをプレックス技で蹴散らすと、エリック・ローワンをラディアットでリングから追い出し、続いて24番手で登場したジャックスワガーへ、介護を決めてリング外へと投げ捨てる。ルーク・ハーパー、ブラウン・ストローマンと続けて脱落させ、ワイアットファミリーを一周するが27番手に、グレー・ワイアットが登場すると脱落させたはずの。 ワイアットファミリーのメンバーが再びリングへ上がり4人がかりで襲撃されるロワン、ハーパー、ストローマンから抱えられてリング外へと落とされた辛落となった。2月21日ファストレーン2016にて WWE 世界ヘビー級王座への挑戦権をかけてロマンレインズとディーン・アンブローズとの密度も戦を戦うが元シールドの親友であるレインズとアンブロが共闘したことで 実況席へのダブルパワーボムを二度も浴びて、撃沈させられるなど1対2のハンデ戦に近い展開となり、アンブローズにスティールチェアーで、オーダされて、リングから落とされた直後レインズがアンブローズをフォールした、ため、レスナーは、破れずして挑戦権を逃した。翌日の RAW でアンブローズを襲撃して、構想開始。4月3日、レッセルマニア32にてリーン・アンブローズと、 ノーホールズバードマッチで対戦。市内、消火器、スティールチェアーを用いて抵抗するアンブローズに対して、市内の目の前でへし折るなど武器に頼らず真っ向勝負し、最後に、有刺鉄線バットで攻撃を仕掛けてきたところを避けて、ジャーマンスープレックスで投げ捨てると、スティールチェアー上に、解合決て勝利した。2016年6月4日。 ユフック199の大会中に放映されたユフック200の告知映像の最後に Can you see me now 俺が見えるかという声と共にレスナーの姿が映し出されユフックのナンバーシリーズ200回記念大会ユフック200への電撃参戦が発表。翌日 ESPN のスポーツセンターに出演したレスナーはユフック200でマークハントと対戦することを発表した。 7月9日、ユフック2 0 0でヘビー級ランキング8位のマークハントと対戦し3から0の判定勝ち。この試合は移住先であるカナダ国籍として出場した。同月14日、全米アンチドーピング機関、ウサダが6月28日に実施した抜き打ちドーピング検査で陽性反応が検出したことが発覚。ユフック2 0 0の試合当日に、 ウサダが実施したドーピング検査でも旅目の陽性反応が検出されたことが7月19日に発覚した。12月15日、試合を管轄したネバダ州アスレチックコミッションからファイトマネーの10%に当たる25万ドル、約3000万円の罰金と1年間の出場停止処分を受け、試合の結果もノーコンテストに変更された。2017年1月4日に、 ウサダから1年間の出場停止処分を受けた。2017年4月2日、レッセルメイニア33にて、WWE ユニバーサル王座を保持するゴールドバーグに挑戦。10回によるジャーマンスープレックスから、最後は介護を決めて勝利。ベルトをダッシュした。2018年11月2日、クラウンジュエルにて、ブラウンストローマンと区位となっている。 WWE ユニバーサル王座をかけて対戦。試合前に、コミッショナーの代役であるバロンコービンがベルトを掲げる、ストローマンを強襲。そのまま試合を開始して、会合を連続で決めて勝利。ベルトをダッシュした。自らコーナーに向い相手の顔面や胸板に決める、バリエーションもある。ヒアカムズザペイン、苦痛を与えるぞ。第一次 WWE 自害。 レスナーの入場時にスマックダウンの解説者タズが毎回このフレーズを言う。イート、スリープ、コンカー、リピート、食事、睡眠、征服、その繰り返し。2014年からのキャッチフレーズ。アンダーテイカーのレッスルマニア連勝記録ストップに挑んだ際には、リピートの部分をザストリークに変えて連勝記録を征服するとしたり、 ジョンシナを16度もスープレックスで投げ飛ばして圧勝したことを振り返る際には、今回の部分をスープレックスに変えていた。スープレックスシティ、スープレックスシティ、レッセルメイニア31にてロマンレインズをスープレックスで投げまくって圧倒している際に、レスナー自身が試合中にスープレックスシティだぜビッチ、と発言。このフレーズは芝叩く間に、ツイッターのトレンドワードとなった。 WWE の字幕放送を行っている J スポーツ及び翻訳会社のルミエールではスープレックス祭りと訳している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。